にちは。今日の黙想の時にイエスは十字架にかけられて亡くなられた、そしてその後お墓に入れられたということを簡単に皆さんにそれについてお話しして、一緒に黙想したいと思います。始まる前にはいつもの通り神様の助けを願って、イエスが教えてくださった祈りを一緒に唱えますよ。父と子と聖霊の御名によって、アーメン。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通り地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からお救いください。皆さんはその死にかかっている方々のそばにおいでになったかどうか分かりませんけれども、私にはそういう経験がありますけれども、自分の両親もの時もそばにいた私で、またそのイエス会の仲間、亡くなる時にはそのそばにいましたけれども、今日のその黙想のテーマといいましょうか、私たちは亡くなるイエスのそばにいて、それでイエスは何をなさるか、あるいはむしろ何を話してくださるか、それに耳を傾けて、その後亡くなったイエスとアリマテアの人と共にイエスの遺体をそのお墓に入れるということも感想したいと思います。四つの福音書にはですね、そのイエスの死について語っていますけれども、そのそこに描かれているイエスは苦しんでおられて、それでその時はイエスは、福音書には7つの言葉ですね、話されたんです。私はまだ覚えていますけれども、小さい時にですね、まだ中言葉この時はですね、その聖金曜日のあの時のその典礼は、聖金曜日は朝何かその祈りがあって、そしてその後は何もなかったんですね。すると、あの時の習慣でお昼頃あたりまで、いろんな有名な神父様たちはそれぞれのいろんな教会でイエスの十字架の上で話された7つの言葉についていろいろなその話が なさったわけですよ。その福音書には一応7つの、イエスのおっしゃったことは記録されていますけれども、いつまでもその私たちはこういう福音書を読むときに頭に置いておかなければならないのは、昔はですね、今のようにそのテープレコーダーでそのイエスなさったことを録音したわけでもないし、またそれぞれの福音を書いた人は何か狙ってそれに合わせてイエスの言葉を選ぶわけですけれども、一応4つの福音書を読みますと、最後に話された7つの言葉といいましょうか、文章といいましょうか、ありますので、今日それを皆さんと一緒に少し考えて、あるいはそれについて考えて味わってみたいと思います。イエスは十字架にかけられて死にかかっている時には、イエスはまず一つ何をなさるかといいますと、他の人のことを考える。一番最初に福音書に述べられている言葉というのは、ルカ福音書の23章の34節にですね、それはこう書いていますけれど、その時イエスは言われた、父よ、彼らをお許しください、自分が何をしているのかが知らないのです。人のことを考えて、そしてその自分を殺そうとしている、
その人たちのためにイエスは祈る時には何をおっしゃるかとかですね、彼らを責めることなくて、むしろ彼らの緩和に立って、この人たちはよくわからないから神様にお父に向かってぜひ許してください、許してください、これだけの広い心、これだけの大きな心を持っておられるイエスは、十字架にかけられて死の前に余裕があったと言えるか、あそこには心の広いイエスは描かれているような気がします。そしてその言葉を去ってから、その次のことを記録されているのは、今度はそのイエスのそばに二人の人が十字架にかけられていたんですけれども、そして一人はイエスを責める、あなたはその神の子だったら自分を救って私たちにも救うことができるんじゃないかと、もう一人はその人に対してそんなことを言うなとか、私たち自分たちがその悪いことをしたんだから今こうなっていますけれども、でもこの人には何も悪いことはないと、それでイエスに向かって私のことを目指してくださいと、それに対してイエスの語る言葉ははっきり言ってよく、あなたは今日私と一緒に楽園にいると、あの人にイエスは許しだけでなくてその希望を与えてくださったわけですよ。死というのは終わりではない、今日私と一緒に楽園にいるよと元気をつける。イエスは自分を忘れて相手のことを考えて、相手に何か慰めを与えようとして、そういう約束なさるわけですよ。その後福音書に記録されているもう一つの大事な言葉は、イエスはそれ、これはヨハネ福音書に書いてありますけれども、イエスの十字架のもとにマリアとそのイエスを愛した弟子、ヨハネですよね、立っていたんですよ。その時はイエスは母親に対してお別れの言葉としてですね、何をおっしゃるかと言いますと、自分の弟子を世話してくださいとお母さんに頼むわけですよ。それで頼み方は、それはあなたの子ですよ。イエスはそれでヨハネとして、ヨハネにある意味で私たちはいるような気がしますけれども、そこにはイエスはマリアにはこの人たちを子供として受け入れてくださいと、そしてヨハネに向かってこの人をあなたの母親として受けてください、自分を忘れて自分の一番身近なもののことを考えて母親に何と言いましょうか、支えとなってくれる人、これを求めてヨハネにそれを頼むわけですよ。この人を大事にしてくださいとか、自分を忘れて死に向かっているイエスですよ。自分のことを忘れて母親のことを考えて弟子のことを考えて、先ほど申し上げたように、私は亡くなる人々の幾人かを見送ったことありますけれども、その時はそれだけのその余裕が持っている人は一人もいなかったですね。ほとんどみんな話さない。そして話すとすれば自分のことですね、その自分のことというか分からない分からないと、慌ててと言いましょうか、その不安が感じて何か叫ぶかもしれません。だけどそうでなくて、自分を忘れて自分にとって一番大事な身近な母親、それをその母親を人に任せる、この母親をその人に頼んで世話してくれと、それだけの心の余裕と言いましょうか、イエスは持っておられたでしょう。心の余裕というか心の広さといった方がいいかもしれませんけれども、自分のことだけでなくて人々のことを最後まで考えてくださったわけですよ。そしてその後は非常にイエスはもう自分大体
するべきことは全部なさったと、ある意味で自分の人生を振り返ったときに、なぜイエスは、その時はイエスは御父に向かって、今こういう十字架にかけられている自分はなぜ神様に見捨てられたのか、そこに描かれているイエスの凄みですよね、なんでこんなこと起こったか、自分は人々のためにいろいろやってきたんですよ、自分を忘れて人々のために生きたと、今になってこういう形で亡くなるというのはなぜそういうことか、まさにその何もわからない人間であるイエスですね、そのすさみと言いましょうか、真っ暗のところにはイエスはその時何ができるかと言いますと、お父に向かって聞くわけですよ、なぜか、なぜ見捨てられたのか、その心の中にあるイエスの寂しさ、あるいはイエスのその何て言いましょうか、人間としてですね、その分からない、その暗さですね、その暗闇を祈りの時に私たちがもしそれに少し扱うことができれば、祈りましょう。それはですね、私たちの人生の中には暗闇のあるところも結構あるでしょう、その時もあるでしょう、その時はこういうイエスの言葉を思い出したらいいと思いますけれども、なぜ見捨てられたのか、なぜ神様は私を忘れてしまったか、人間の祈りの一つなんですよ。私たちは何でもかんでも説明したいんですけれども、できない、説明できないこともたくさんある、この人生の中に。イエスはそれに対して何をするか、神様に自分の心を打ち明けるわけですよ。なぜこんなことが起こったか、そして答えが来ない。イエスは暗闇の中で自分はこれから命を捧げるわけですよ。その前に体のことを考えて、イエスはおっしゃるのは乾く、血を流した、もう何も力がない、その時は喉が渇いて、イエスはその時は5つの周りの人たちにお願いするわけですよね。乾く、水を飲ませてほしいとか。だけど多くのその神秘家たちが言っているのは、その乾きというのは、ね、単なる肉体的な乾きでなくて、精神的な乾きと言いましょうか、霊的な乾きと言いましょうか。イエスはそこに一人で亡くなる、共にいる人たちを望んでおられる、誰もいない、そばにマリアとヨハネはいると書いてありますけれども、でも12人のうちには一人だけ、あとのみんな逃げてしまった。友情に乾く、誰かにそばにいてほしい、その渇きをイエスもこの言葉で示してくださるわけですよ、表してくださるわけですよ。そしてそういう自分の心を表してから、イエスはおっしゃることは成し遂げられた、もうやらなければならないことは全部やってきました、もう何もすることがない、成し遂げられたかといって、結局慰めを受けたわけではないけれども、信仰の目で、信仰の心で自分の命を、人生をですね、受け止めて、私が任せられたことをやってきた、成し遂げられた、後で何も残らない、一つだけ残る最後の言葉ですけれども、御手に委ねます、父よ、私の霊を御手に委ねます。イエスはこの言葉を持って自分の人生にピリオを打ったわけですよ。
短い人生だったんですけれども、その全てこれに向かって歩いてきたイエスを、今自分を神様に捧げる、御手に委ねます、もう全てを成し遂げられました、もう全て終わったと、あとは神様に、御父に自分を任せるわけです。こういうな自尊の言葉を思い出しながら、あるいはゆっくりと読みながら、今申し上げたようなことをもし心に浮かんでいったら味わっていただきたいと思います。この3週間の、特にこの時のですね、その黙想の、やり方といいましょうか、あるいは狙いといいましょうか、苦しんでいるイエスと共に苦しむ、命はその、ご存知の通り、その祈りの前には神様にお願いすることをですね、なしはそこに書いてあるわけですよ。ここに第三週のところには、命は繰り返すのは、苦しんでいるイエスと共に苦しむ、悩んでいるイエスと共に悩むとか、そういう恵みを与えてくださいと祈りながら、このような黙想感想としましょうか、した方がいいと思いますけれども、イエスはこういうふうに亡くなられた。亡くなった人のそばにいると、最後の時が来る時には、その人の顔は非常に静かになるわけですよ。イエスはあの時はどういう顔で亡くなられたか分かりませんけれども、だけど任せられたことを全部成し遂げた、全ての人のために自分を尽くした、全ての人のために自分を燃やした、あと残るのは自分をお渡しする、そのイエスの死というのはそういう意味ですよ。自分の全てを最後に御父にお渡しします、どうぞ御手に委ねます、あと神様に任せるしかないと、そういうふうに亡くなるイエスは十字架にかけられたままで遺体があったわけですよ。そうするとセレニアの人はその教科をもらって、そのイエスを、その遺体のイエスを下ろして、それであの時のそのそういうふうに十字架にかけられた人たちは真っ裸にかけられたですから、そのイエスの体を布にくるめて墓に入れたわけですよ。その墓には誰も入っていなかったと福音は記録されていますけれども、そこにはイエスが納められた。墓の入り口といいましょうか、閉めると外に残った人たちはどういう心を持っておられたかな。マリア、ヨハンネ、あるいは後からイエスのことを思い出して集まってくる弟子たちはどういう心でイエスの死、あるいはイエスは墓に納められた時にどういう気持ちで、どういう心の動きであの人たちは残っていたでしょうか、ね、私たちは信仰の目でこういう場面を見ますと、命は言っているように、私のためにイエスはこんなに苦しんだ、私のためにイエスはこのような言葉を話された、私のためにイエスは自分の全てを捧げた、私のためにイエスは十字架の上で亡くなった、このイエスのためにこんなに私に夢中になっているイエスは、このイエスのために私は何を言うべきか、どういうふうに答えたらいいか、命はレースの中でそれをそれぞれの黙想者に任せているわけですよ。
神様はそれぞれの人々の心の中に何を語ってられるか、それに耳を傾けて、それに答えよう。私たちのために生きて、私たちのために人間となられて、私たちのために生きて、私たちにこんなご受難を受けられて、私たちのために亡くなったこのイエスは私たちを呼んでくださったわけですよ。このイエスは私たちを自分の弟子にしてくださった。ヨハネに話されたこの母親を面倒見てくれと、イエスは私たちみんなに同じようなことをおっしゃるんですよ。周りの人たちのことを面倒見てくれ、みんな私たちの兄弟だと。このようなことを考えながら、心を生かして私は十字架の前に、十字架にかけられたイエスの前に、命はお子さんはそこに置いて、私はイエスのために何をしてきたか、今何をしているか、これから何をすべきか、あるいは何をしたいか、心を生かしてイエスと私のためにこんなに苦しんで、私のことをこんなに愛してくださったこのイエスのために、イエスの前で私は素直に謙遜に答えてみたいと思います。イエスに従うというのは私たちの力だけでできるわけではないですよ。十字架にかけられたイエスの前で祈るときには、またあのイエスの愛に応えようとするときには、私たちもやっぱり弱い人間であるから、神様の前で立って私たちを導いてください、私たちを引っ張ってくださいと祈らなければならないでしょうと思います。それでは聖母の取りなしを願って、聖母マリアには私たちに、私たちのために亡くなったイエス、私たちのために自分の全てを捧げたイエスに対する温かい強い愛を与えてくださるように、マリアの取りなしを願って今日の話を終わりますよ。アベマリア、恵みに満ちたか、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、お胎内の御子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アーメン。とことせるの皆によって、アーメン。